どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。本日はですね、オーダーグッズのご紹介でございます。まだらな雰囲気がとても素敵なものでございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。はい、今回ですねお届けします、宮城工業カスタメイドシューズのオーダーグッズはこちらでございます。こちらの靴をオーダーいただきましたのは、イニシャルで言うと S 様でございます。S 様、オーダーいただきありがとうございます。では、早速仕様をご説明いたします。まずデザインが CS の103。こちら、サイドレースとなっております。はい。サイドレースはですね、中央に靴紐がなくてですね、横にですね、アイレットが位置していると、そういった靴でございます。で、革がですね、AT の15。ワインカラーとなっております。この革は非常に人気の革でして、まだら模様が美しい国産高級切符となっております。この AT ボックスのシリーズで当店において一番今人気があるのがこちらのワインカラーだと思いますね。続きましてが腰裏ライニングですね。ベージュとなっております。このですねベージュはいつものごとくなんですけども、足当たりがいい革となっております。他の革はですね顔料が入っているので少し硬い印象がありますけども、こちらのベージュはですねそもそもちょっと革が違うということと、若干ですねこうバフが表面にかかっていて肝っぽくなっていることもあってですね、かなり足当たりがいい革となっております。なので色よりも機能性を求める方にはこちらのベージュおすすめでございます。この敷革の刻印ですね、当店オリジナルのアルファベットのスローガンが、記載されております。で、続きましてそこに行きますと、はい、こちらタフスタッツでございます。ラバーに関して言うとこちらのソールを選ばれる方が圧倒的に多いですね。滑りにくさ、それから削れにくさというものをですねバランスよく内包しているソールだと思います。ダイナイトソールに代表されるような、このスタッツタイプはですね一番人気なのかなという気がしますね。で、化粧ヒールもですねタフスタッツと同等のものがつきます。サイドに行きますと、まずはリブですね。今回シングル巻きをご採用いただいております。ですので出し縫いの糸なんですけども、かかとにはないシンプルなタイプとなっております。はい、後ろから見た時にシュッとしている感じがありますのでドレッシーな印象になります。まあ、実際にどういうパーツが中で使われているかというと、こういうものですね。このリブテープと呼ばれるものがですねこうかかとにはないタイプを使っております。で、続きましてがウェルトですね。目がですね、しっかりとこのウェルトに最初からついておりますひらめつけというものが使われております。この目がついていることによってですね、非常に高級感がありますので、特にご要望がなければですね、こちらの方を自分の方としてはお勧めしております。この辺のこうウェルトというパーツってなかなか目にすることがないと思います。グッドイヤーとかハンドソールの靴をですね、よく履いている方で、オールソールを何回もしているという方であればですね、こういったパーツを意識する場合もあるかと思いますけども、まあ一般的な方はですね、そこまで知らないと思います。この辺もですね、オーダー時にご説明させていただきますので、お気軽に聞いていただければなと思います。ウェルトコバのお色ですね、アッパーの革に合わせまして、赤茶をご選択いただいております。コマの部分に関して言うとタフスタッズが黒ですので4分の3以上黒のイメージが強いかなと思います。ただまあそのままですね後ろに行くとこのですね銀積み上げも赤茶になりますので、かなりかっこいい感じになるかと思います。このレイヤーがかっこいいのと、そのレイヤーにですね光るこの赤茶が何とも言えないいい雰囲気だと思います。出し縫いの糸のお色なんですけども、ウェルトコバのお色の赤茶に合わせまして、今回茶色をご選択いただいております。そしてコバ形状ですね、今回は、ラバーソールをご選択いただいておりますので、ヒラとなっております。ラバーソールをご選択いただいた場合はですね、ここのコバ形状はヒラのみとなっておりますので、何卒ご容赦ください。最後に靴紐ですね、茶色のヒラ紐をご採用いただいております。
今回ですね、 S 様はこのアッパーの革と同じ革を用いてですね、ベルトも作っていただきました。それがこちらでございます。同じ AT ボックスのワインカラーを使っております。はい、ですのでこの靴を履くときには、ビシッと腰回りをですね、このベルトをですね締めていただくことで、非常にこうバランスの取れた腰回り足回りになるかと思います。はい、ということでですね、今回は、S 様にお答えいただきました、靴そしてベルトのご紹介でございました。ということですね、本日は以上でございます。どうもありがとうございました。おしゃれな方というのは、靴の色とベルトの色大抵合わせています。そんなの当たり前じゃんという方もいらっしゃるかもしれません。ただ実際に、皆さんね、電車に乗っていただいて他の人の、靴とかベルトとかをご覧になると分かると思うんですけども、色を揃えてない方というのは多いです。色と色を 100% 綺麗に合わせるというのは難しいので、似たようなテイストの色に持ってくれば個人的には十分かなと思ってます。例えば今回のようなワインカラーであればダークブラウンであったりとか、少し赤っぽいブラウンとか雰囲気が似てるようなお色のベルトであれば基本的には十分かなと思います。なるべくそういったことを考えたくないんだという方はですね、本当にもう常に黒の靴を履いて常に黒のベルト、これをですね補充していけば、特にそういった色合わせのことは気にしなくていいのでありかなと思います。生前スティーブ・ジョブズが行っていたように、服のこととか考えるの嫌だから常に同じ服を着るというのもありだなと思います。ただまあ僕個人としては色だったりとか形だったりとか、そういったものも含めて楽しめた方がいいなと思っているので、結果的に、いろんなね色の靴を持ってますけども、ベルトも、それなりに持つようになりました。ベルトだけでやっぱり最低でも多分15本ぐらいは持っているかと思います。まあ、黒はそれでも多分 2,3 本しかないですけど、ブラウン、ダークブラウン系でも多分もう 7,8 本、色の種類だったりとか革のテイストの違いだったりとか持ってますし、ワインカラーも2本ぐらいですかね。であとグリーンも2種類、ネイビーも2種類、そんな感じで、まあ、なるべく靴の色に近しいベルトをつけたいというね思いが僕の中にありますので、まあ、そういった意味でねベルトも徐々に増えていったという感じです。ただまあまだちょっと厄介なのが、紫の靴であったりとか真っ青なブルーの靴とかになってくると、合わせるベルトは今のところ手に入れてないですね。紫の靴であればワインカラーのベルトを合わせてます。でブルーの靴には仕方ないですけどね、ネイビーのちょっと濃い色のブルーを合わせてます。まあ本当はねもっと色を近づけたいなと思っているので、どこどかで、ベルトを探す時にはですね、たまにしか開かない靴があるんですけども、そういった色も探そうかなと思ってます。まあですので、もし、ね、皆さんが、オーダーされる際に、この靴いいけどベルトに困るよなと思ったらですね、ベルトのオーダーにつきましてもですね、ご相談いただければなと思います。ということで本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタンをどうぞよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。